はい、こんにちは、稲葉です。今日もですね、動画を見ていただいてありがとうございます。今日のテーマはですね、カップ麺とですね、多摩川の水を比べてみましたっていうデータですね、持ってきたんでシェアをさせていただこうと思います。こちらはですね、1998年にテレビ朝日でですね、ザ・スクープという番組でですね、放送されたものなんですけれども、多摩川の水って汚いイメージあると思うんですけれども、その中でですね、あの汚染された水でですね、と、あとはですね、カップ麺で、ある物質をですね、比べてみたんですね。この物質っていうのがですね、プラスチックなどで、が溶け込んでいる物質になるんですけれども、フタル酸エステルっていう物質ですね。フタル酸エステルっていう物質をですね、比べてみたんですね。で、どういうデータが出たかっていうのを、データを元にですね、調べてみたんです。で、そうするとですね、なんと、1.6、多摩川の水はですね、1.6ppb っていう単位らしいんですけども、多摩川の水は 1.6 だったんですね。で、逆にですね、カップ麺を調べたんです。カップ麺を調べたらですね、どういうデータが出たかというとですね、なんと 1100ppb も出たんですね。約ですね、なんと688倍も差が出たんです。なので、どんだけですね、カップラーメンがこういうですね、プラスチックとかがですね、溶け込んだ、化学物質が入ってるかっていうデータなんですね。なのでですね、これを元にですね、まあデータを見たときに、当然ですね、カップ麺っていうのは体に悪いって皆さん知ってると思うんですけども、こういう数字でですね、覚えておく必要があります。で、これで覚えておいて取る分にはしょうがないと思います。でも、これを知らずにですね、知らないままですね、プラスチックをぐーっと中に、体の中に入れてるっていうのは良くないに決まってるんですね。なので、このデータをですね、まず覚えていていただければと思います。で、またですね、こういうことを、独身の、特にですね、男性の独身の方っていうのは毎日ほぼほぼカップ麺食べてると思うんですね。でもですよ、カップ麺食べて死ぬんだったらですね、ちょっと金額上げた、もう給料とギリギリでもいいので、自分でですね、自炊した方がいいんですね。いいんですよ、体には当たり前ですけど。なのでカップ麺はもう今後ですね、一切やめた方がいいかなと思います。やめるためにですね、こういうデータ持ってきてるんで、ぜひですね、ちょっとやめていただければと思います。で、またですね、このまた他のですね、データなんですけれども、このスチール缶の、例えば缶コーヒーにスチール缶入ってますよね。あれをとですね、多摩川の水また比べてみたんですね。で、この中にですね、スチール缶に溶け込んでいるのはですね、こういう内側にですね、サビの防止剤が塗ってあるんですね。この缶の中、スチール缶の中に。で、このですね、量っていうのを、ビスフェノール A っていうやつなんですけれども、それをですね、この多摩川の水とですね、このスチール缶の飲み物を比べてみたんです。で、そうすると、なんとですね、多摩川の水自体は 1.7ppb だったんですね。で、逆にですね、このスチール缶の方はですね、330もあったんです。330。約ですね、194倍です。なので、あなたもですね、よく昼休み、独身のですね、あなた、昼休みですね、カップラーメン買って、おにぎり食べて、ちょっと缶コーヒー買おうかな。もうこの時点でですね、何倍、多摩川のですね、水の何倍の、化学物質を取ってるんだって話になるんですね。夜、ちょっとですね、この、ちょっと今日遅くなっちゃったからなって言ってですね、コンビニ寄ってですね、カップラーメン買って、あとですね、先ほど言ったようにおにぎりちょっとちっちゃい弁当買ってですね、ちょっとつまみをバンバンバンって買ってですね、ビールを飲みましょう。ここですね、この缶の中にどんだけですね、化学物質が含まれてるんだって話なんですね。なので、1日通して化学物質まみれです。だからそういう食事はやめましょうよというのをですね、警告したくてこういう動画を撮ってるんですね。なのでですね、この数字、かたやですね、このカップ麺っていうのは多摩川の水のですね、688倍ですし、缶コーヒーだったりとか、あとはですね、缶の飲み物ですね、そういうものに関してもですね、中に化学物質、缶に塗りたくられてるんですね。なのでそういうものをですね、体に入れることによって、あなたの体っていうのはどんどんですね、体って悪くなっていきますので、ぜひですね、後々取り返しにならないことになりますので、ぜひですね、参考にしてですね、やめていただければと思います。はい、それではですね、またですね、今日も、説明欄とコメント欄にですね、おすすめの本を載せていますので、ぜひですね、参考にしていただければと思います。
またですね、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、ぜひですね、フォローの方もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、次回も、動画でお会いしましょう。では、また。